こんにちは、きなこです。今日の感動実話は、すぐにでも命尽きてもおかしくない、瀕死の状態で発見された子猫たちの感動ストーリーです。子猫たちの生命力と驚きの治療法に注目です。驚きの治療法って何だろう？誰か助けて。もう死んじゃいそうだよ。イングランド北西部で活動する動物保護団体のスタッフのもとに4匹の子猫とその母猫が運ばれてきました。スタッフのケニーさんは当時の様子をこう言います。4匹の子猫と母猫はボロボロの小屋の下で瀕死の状態で発見されました。4匹の子猫と母猫は身を寄せ合いながら数日間助けを求めていたのです。発見された当時、全員低体温症と肺炎を引き起こし瀕死の状態、そして中には目が重度の感染症を引き起こし失明寸前の子猫もいました。診察に当たった獣医師は眉間にシワを寄せこう言います。子猫たちは4匹とも肺炎を患い、ひもには大量の飲みやダニが付着している状態でした。もしも保護するのが1日でも遅れていれば、子猫たちは全員死んでいたでしょう。奇跡的に発見され救助された猫たちはとても幸運でしたね。しかし子猫たちの容態は予断を許しません。厳しい治療に子猫たちの体力はついていけるのでしょうか。一番肺炎の症状が重症だった一匹の子猫は懸命の治療も虚しく亡くなってしまいました。残った3匹はケニーさんをはじめ多くのスタッフがつきっきりで看病しました。残念ながら1匹は亡くなってしまいましたが、残された子猫たちは懸命に病気と戦っています。そばで見守っていると子猫たちから生きたいって気持ちを強く感じるんです。きっとこの子たちは大丈夫だと思いますと、ケニーさん。左目を失明寸前の状態だった子猫は医療用の点眼液で治療を試みましたが、大きな効果を得ることができませんでした。獣医師の元を訪れ相談すると、獣医師から驚きの言葉を聞かされました。犬の血液から生成した血清点眼を試みてみましょう。ケニーさんは初めて聞く治療法に困惑しましたが、失明という最悪の事態を考え、血清点眼を子猫の眼球に点眼してみました。するとその効果はすぐに現れ、子猫の目はみるみるうちに輝きを取り戻していったのです。ケニーさんは子猫を抱っこしながら話します。本当にびっくりしました。点眼するたび、みるみるうちに回復するのですから。子猫の体調はみるみるうちに元気になり、光や視力も少しずつ回復していきました。他の子猫たちは保護から1ヶ月経った現在も順調に回復しており、最近では元気に施設内を走り回っているそうです。血液のドナーとなったワンちゃんは今までにも何度もドナーとして動物たちを助けているスーパーヒーロー。
通常、血性点眼は間竹地震や同じ種類の動物の血液から生成されたものを使うようですが、今回のケースでは子猫の体の負担を減らし、さらには血液感染のリスクを防ぐために犬の血液が用いられたそうです。今日も子猫たちは元気な姿で施設内のスタッフたちにじゃれたり愛らしい表情を見せているそうです。本当に本当に元気になってよかったです。いかがでしたでしょうか。動物保護団体の方々や血液のドナーになったワンちゃんに救われ、健康な体を取り戻した子猫たち子猫たちは本当に幸運でしたね。子猫たちがこの先もすくすくと成長し、いつか素敵な里親のもとで幸せあふれる猫生を歩むことを願わずにはいられません。そしてきなこは思ったんだけど、医療って本当に進んでるんだね。そのおかげで猫ちゃんが助かって本当に良かったなって思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。